その中でもう、映像技術の方は、その10年の間に HD から 4K や、HDR といったようなことまで、出てきていて、どんどん、技術的な進歩だけは進んでいると。で、これを続けていくと、ちょっといつか、その日本のアニメ制作は、破綻していくんじゃないかっていうのがちょっと、空気として、出てきていると。そうですね、アメリカですとか、ヨーロッパっていうのは、多分、最近は、もう 3DCG の、アニメーションに、手掛けのアニメーションから、転換していったっていう、状況があると思っています。その間、日本のアニメ制作はどうだったかっていうと、やはり、変わらずに、紙で鉛筆で書いたものを、最終的に、データに、加工していくっていう、スタイルに、この20年ぐらいでなってきています。ただ、そういった中で、3DCG、やはり外国と同じように誓っていって、作っていくっていう、流れも日本で起きてきています。実際に、日本の、今のアニメーションの多くは、手書きで描いたキャラクターと、3DCG、モデリングとモーションをつけた、CG のキャラクターやメカが、同じ画面の中で共演するっていう作品が今では当たり前のようになってきています。でそういった中で、紙で描いたものと、CG で作ったものを、同じステージで、共演させるっていうのは、かなり、大変だという、ことには、今実際制作現場でなってきています。そういった中で、手書きアニメがこの先、どうなっていくかっていう中で、TV ペイントが、一つの答えを出してくれることを、私としては期待しています。ちょっと先ほどの質問から続きの答えみたいな形になってしまうと思うんですけれども、現在、世界中のほぼ全ての映像作品は、すでに何らかの形でデジタルのプロセスを得ているという、認識でいます。私がポストプロダクションに、勤めていた頃、まだフィルムが、普通に、フル稼働していて、フィルムプロセスの生産ライン、現像であるとか、プリントに関しては、日本の、国内で、シネマコンプレックス、シネコンと、いうふうに略されてますが、その当時は、フィルム上映が、ほとんどの、状態だったのですが、その数年のうちに、デジタルシネマパッケージに切り替えをしていった結果、あっという間に、フル稼働していたフィルムの生産ラインは規模縮小を余儀なくされたっていう、ところを、私も見てきました。当時フィルムプロセスにかかっていた人たちは、今では、フィルム文化を守るという、なんだろう、文化的な保存の、ための活動にシフトされている方たちが、多くいらっしゃいます。日本のアニメーション制作においても、それまでの、作り方や、文化を守る人と、新しい作り方に対応していく人と、きっと分かれていくんではないかなというふうに私は、思っています。それが10年後か20年後かっていうのは、今、日本の国内で、アニメーション制作に関わっている人たちもいろいろな意見を持たれていると思うんですが、まあ、先ほど言ったように、案外些細なことをきっかけに、変わっていくんじゃないかなっていう気が私はしています。あまり後ろ向きな話をしたくないんですけれども、去年、2016年ですね、君の名はという作品と、この世界の片隅にという作品が、日本でヒットして、世界でも、名前を知られるようになったかと思います。まあ、そういう意味で、去年2016年が、手書きアニメの、最後の一花の年にちょっとなってしまうんではないかなという、危機感を実は持っています。今年の、日本のアニメーション業界、の事情を見渡してみると、まあ、数年前から、始まってたんですが、 3DCG の、アニメーションを主に作っている制作スタジオが、テレビアニメにも、進出しだしている、本格的に、3ヶ月間、12話13話といったような作品も、作るようになってきていて、ここから先10年間が、かなり深刻な、サバイバル、生き残りが起きる予感が私はしています。一時的な、まあ、ブームに踊らされずに、地道な努力を続けていくスタジオや、個人、の、スタッフが、この先生き残っていけるというのは、ここまで、私も10年間アニメーション制作、15年間、映像制作にかかっていましたが、見てきているとやっぱりそういった結果になっているので、私自身も、私の、所属する、スタジオも、少しずつ着実に、進化をしていけられるように、日々過ごしていけたらなとは思っています。